おめでとう。君は本日付でソルジャークラスファーストに昇格だ。あれ、あんまり嬉しくない。無理もない。いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。悪かった。いいけど。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。君がザックスか。そうだけど。クラスファーストにはマテリア合成の使用権限が与えられる。おお、でどうすりゃいいんだ。メインメニューを開いてみたまえ。マテリア合成が選べるようになっているはずだ。早速この2つのマテリアを合成してみるといい。マテリア合成がどんなものかわかるだろう。何か知りたいことがあれば私に聞いてくれ。おいおい、マテリア合成の説明はもういいのか。マテリア合成は発展途上の技術だ。組み合わせとその結果など全てを解明できたわけではない。だから君もいろいろ試してほしい。そして新発見があれば報告してくれ。いは済んだかな。ああ、マテリア合成もバッチリだぜ。では指令室まで戻ってくれ。今回の任務を伝える。了解。会社はジェネシスと配下たち、そしてアンジールの抹殺を決定した。それを俺が？いや、神羅軍が投入される。じゃあ俺は信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせるとな。そりゃ鈍るさ。だから俺も出る。抹殺に？侵入者。どこに？ここだ。セフィロスは社長室、ザックスはエントランス。任せろ。なんだ、止まったぞ。ソルジャーか。助かった。早くあれを何とかしてくれ。あれ、うわ、なんだこれ。 Activating Combat Mode。Conflict resolved。 助かったよ。今のなんだ、見たことないのか。あれは侵入者撃退用メカだ。それがなんで社員を襲ってるんだ。原因不明の突然の暴走らしい。他の場所にもいるから何とかしてくれ。エントランスへ行けって言われてるんだけどな。おい、大丈夫か。後ろ。えっ、Activating Combat Mode。 はい。おっしゃー。ありがとう、助かったよ。あのメカにやられたのか。情けないよね。ソルジャーなのにあんなのにやられちゃうなんて。ソルジャーだって調子の悪い時があるさ。いや、朝から絶好調だったんだよね。僕本当は戦いが苦手で。ソルジャーだろ、しっかりしろよ。苦手なことは訓練でなんとかなる。ごめんなさい、僕もう行きます。これどうぞ。エントランス、エントランス。なんで神羅の兵器が本社を襲ってんだよ。ジェネシスの仕業かよ。 Activating Combat Mode. 二人ともご苦労だったね。アンジールがいないようだが行方不明だ。詳しくは後で話す。事態は大きくなる。覚悟しておけ。本気を出せ。これならどうだ。